こんにちは。カナダの在住ネームタツです。18人の司法長官バーサス時事政権、ド変態息子 PC 修理おじさん最低層ということでお話をしていきたいと思います。はい。えっ、ー、と、最初にね、そう、あの、猫ちゃん動画に関する話をしておきたいと思います。あの、概要欄に、えっ、ー、と、猫動画の,あのホーム画面ですね。そこのアドレス貼り付けてたんですけど、それ繋がらないってことをいくつかご指摘いただいたんですね。で、自分でやってみても確かに繋がらなかったです。で、多分原因はアドレスがね、長いんですよ。 なんで途中からなんか点々点みたいな感じで省略されてしまってる時があるっぽいんですね。はい。なのであの別のもの、あの普通に動画にダイレクトに繋がるアドレスに変えてみたので、あのご興味ある方また概要欄から飛んでみてください。僕はあのちゃんと飛ぶことできたので多分もういけるかなというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。はい。えーと、ではおそらく皆さんも気になっている連邦最高裁判所に関するお話ですね。えー、本日5件の選挙関連の裁判が審理入りするかどうかの審議がされました。 はい。えー、で、今日、すぐわかるかなと思ったんですが、そうじゃないっぽくて、その、最高裁判事が決めたオーダーですね。えー、まあ,あのし えー、審議入りするか、または却下するかっていうところが分かるのが2月22日の月曜日だそうです。この日に、えー、発表されるということだそうです。で、えー、その後オピニオン、まあ、これちょっと何のこっちゃかよく分かんないんですが、2月25日の木曜日に、えー、連邦最高裁のサイトにオピニオンが掲載されるということで、まあ、コメントみたいなものなのかなっていうふうに思いますが、えー、とりあえず、 少なくとも月曜日までは待たないといけないっていう感じっぽいですね。はい。えっ、ー、と、原告のリンウントさん、そして P さんもですね、本人には連絡は一切まだないというふうに、えー、テレグラムを通して発信をされています。で、えっ、ー、と、P さんの言葉的な雰囲気でいくと、多分これが普通だよっていう感じだと思います。えー、リリウントさんはね、ちょっとあの、透明性なさすぎじゃないかということで、だいぶ腹を立ててましたが、えっ、ー、と、まあ、これが普通っぽいです。はい。 ということで、あの、2月22日まではね、お預けかなというふうに思いますので、皆さん気長に待ちましょう。はい。えー、では、ド変態息子パソコン終了時さんに関する話ですね。あの、ド変態息子誰かわかんない人は、あの、概要欄見ていただければ誰かわかるかと思います。はい。えーと、ね、ジョン・ポー・マック・アイザックさんですね。はい。まあ、アイザックさんって僕はとりあえず呼びたいと思います。えー、この方ですね、あの、デラウェア州でもともと、えっと、 パソコン修理店を営んでいたんですね。で、そこにド変態息子が、なんかパソコンを水没させたかだかなんだかで、えー、壊しちゃったと。で、修理に持ち込みましたと。で、まあその後ね、えー、修理して、で、 取りに来てねーってねっ連絡何回もしても全然来てくれないと。で、あるて90日間か何かのね、規定を超えたから、とりあえず中身をチェックしたら、とんでもねえもんがもうザックザク出てきたということで、えっ、ー、と、まあ、これはやばいということで FBI に連絡をしたのと、あとはある、あらかじめね、この人 FBI あんまり信用してなかったから、えー、データのコピーを取ってたと。で、そのデータのコピーを、えー、ジュリアーニさんに渡して、それでジュリアーニさんのまあ部下みたいな、えー、弁護士が、それをニューヨークポストに伝えて、 で、その結果、ニューヨークポストがえ記事に出したということですね。はい。まあ、ということで、その、ド変態息子と関わったがためにですね、人生が激変してしまった人ですね。はい。で、そのニューヨークポストの記事が出て以来ですね、ちょっともう店を経営することができなくなってしまったということで、閉店されたんですね。でえ、フロリダ州に避難をしました。 はい。で、えっ、ー、と、12月の段階ではフロリダ州にいらっしゃって、で、そこで裁判を起こしていたんですが、えー、どうやらその後コロラド州に、えっ、ー、と、引っ越しをされたそうです。で、今現在はコロラド州にいるということですね。はい。で、えっ、ー、と、12月28だか29日にね、裁判を起こしたんですが、もうその日のうちに却下されてしまいました。理由はね、ちょっとあの、詳しいことはもうあんまりよく言えないんですが、あの、知識がなくてね、えー、とりあえず、なんか、ある程度の金額を の設定を超えてる裁判をするために満たさなければならない条件に、えー、満,満たすことができなかったということで裁判を起こせなかったんですね。はい。で、今回、まあ、二度目の挑戦をしたということです。えっ、ー、と、まあ、裁判の内容としては、ツイッターにハッカー扱いを受けたと。それにより、店の経営の維持が困難になったから、まあ、損害賠償を払えやっていう、そういう裁判なんですね。はい。ツイッターがね、その、えー、ニューヨークポストの記事をツイッター内で 拡散しようとすると、まあ、できないと。で、代わりにラベルが出てきて、何かというと、えー、この記事の内容は、ハッキングによって入手された可能性のある、あるマテリアルを含んでるというふうに、えー、表示されるんですね。で、それ元をたどっていくと、そもそもこの情報誰から来てるのって言ったら、このアイザックさんだと。つまり、このアイザックさんはツイッターから言わせると、お前ハッカーなっていうふうに、えー、世界的に言われてしまっていたわけなんですよね。 はい。まあ、なので、まあ、それに対する謝罪、えー、損害賠償、そして、もろもろを求めた裁判ということですね。はい。で、今回の裁判はだいぶ金額が抑えられてまして、750万円がまずベースの金額だと。で、そこに、裁判を通して、なんか、ま、相応の金額を足してくれということですね。で、あとは間違った情報の訂正、謝罪広告の掲載を求めて、フロリダ州連邦地方裁判所。これは12月のとこと同じところに提訴をしたということです。 はい。え、12月の訴訟では500億円の損害賠償を要求してたんですね。で、まあ僕もやれやれーっていうに思ってたんですが、えっ、ー、と、これが金額ちょっと高すぎたんですね。えっ、ー、とね、なんだっけな、5000万円とかね、なんか何千万円ぐらいが確か一つボーダーラインになってて、それを超えてると、まあいろいろとなんか条件が出てくるんですね。はい。で、まあ750万円は間違いなく問題ないと思いますので、今回の裁判はね、通るんじゃないかなというふうに思います。はい。えー、ということで、まあこれはね、結構、なんて言うんでしょうね、あの、 今後の、えー、成り行きを見守っておきたいなっていう一つの案件ですので、あの、これを追いかけていきたいなというふうに思います。はい。えー、では、18人の司法長官 VS 時事政権ということで、これ、あの、6、 6ページ分のですね、書簡を18人の司法長官が出したんですが、ちょっと内容がね、もう想像、想像を僕の,僕の想像を超えててで、カナダに住んでる以上陸続きなので、ちょっと他っておけない内容だなというふうに思いましたので、皆さんにご紹介したいと思います。えー、何かというと、性犯罪の前科持ちの不法移民をアメリカ国内に釈放しないように求める書簡なんですね。 で、えー、このま、所管の相手は、まあ、自治政権の中でも DHS、国土安全保障省と ICE、移民関税執行局ですね。そこに18州の司法長官が連名で署名を送りました。あ、所管を送りました。 はい。で、えー、っと、中心人物はミズーリ州の司法長官のエリック・シューミットっていう人ですね。で、この人が音頭を取って、えー、書簡を作成。で、そこに、えー、賛同したのが17人の、えー、司法長官ですね。えー、アラバマ州、アーカンソン州、フロリダ州、ジョージア州、インディアナ州、カンザス州、ケンタッキー州、ルイジアナ州、えー、ミシシッピ州、モンタナ州、ネブラスカ州、 えとオクラホマ、サウスカロライナ、サウスダコタ、テキサス、ユタ、えー、ウェストバージニアの合計17州の省法長官がここに、えー、賛同したということですね。はい、で、えーとまあ、これがここからどうなるかって言ったら、まあ何とも言えないんですね、今、裁判はですね、えー、と一応、進行してるんですね。 いつだろうな来週かな来週あたりに確か、あの、テキサス州との,あの裁判ですね。あれのちゃんとした判決が出ると思います。はい。えっ、ー、と、今ですね、一応その、この釈放を許可するっていうのが、一時的にストップされてるんですね。で、これがこの後、裁判所が、 2月のね、20何日だったかその辺だった気がするんですが、えー、そのあたりにですね、判決を出します。そこで、えー、どうなるかっていうのがわかりますが、まあそれに先立ってということですね。はい。まあ主張の内容を見たらまあびっくりしたんですが、えー、2014年10月から2018年5月、まあこれがあの今わかっているデータだそうなんですが、えー たくさんいた不法移民の中でも、そのうちの1万9752人が前科のある不法移民だ,だったということなんですね。まあ、そのアイスによって逮捕された時点で、その人たちには前科があるっていうことが、まあ、約2万人に及ぶ、えー、人たちにはもう分かっていたということです。 はい。で、この善科の内容がまあすごくてですね、えっ、ー、と、5565人の性的暴行の善科持ち、4910人の未成年者への性的暴行、わいせつ行為の善果、1724人の武器で脅迫してのレイプの善果、675人の児童ポルノ作成、所持の善果、637人の未成年の同性への強制わいせつの善科、115人の人身売買の善科ということで、 まあ、いわゆるその、今回完全にその性的暴行関連の、えー、前科に絞った話を、あの、書簡の中ではしているわけなんですが、まあ、すごいですよね。あの、ちなみにこの前科のある、この、例えば5,565人とかは1年間にこの人数ではなくて、えー、この2014年10月から2018年5月の間に、えー、捕まった人たちの中でも、えー、こんな感じの人たちがいましたよという話です。はい。まあ、にしてもすごいですよね。はい。 で、まあ、なんかね、分かってる情報がそんなに多くないらしくてですね、その分かっている範囲内での話になるようなんですが、2017年に話を絞れば、不法移民の1%が性的暴行に関する善科を持った状態でアメリカに来ていたということだそうです。はい。で、えー、っと、2020年になると、この、 比率がですね、6%に上がったということで、なんか年々上がっている可能性があるそうなんですね。で、公開されている情報がかなり限定されているから、おそらく実数はさらに多いだろうというふうに、この省庁会の人たちは主張しています。まあ、怖いね、本当にね。あの、なんて言うんでしょう、アメリカに来ました。で、あまりにも貧しくて、例えば強盗しちゃいましたとかね、そういう系の話なら、あの、OK とは言いませんよ。けど、あの、 まあ、起こりうるなっていうふうに思うじゃないですか。その、なんていうんでしょう。えー、と、貧困が理由で引き起こされるものですよね。ただこの性的暴行っていうのはそういうものでは、えー、言い訳が効かないわけなんですよね。もともと、なんて言うんでしょうね。えー、やばい人っていうふうに言っていいのかなうん、かなっていうふうに思いますので、 まあね、これはちょっと本当に真剣に考えないといけない情報かなというふうに思います。で、えっ、ー、と、なんか今このオペレーションタロンっていうのがあるようで、これが不法移民対策の、その、性的、えー、暴行した人たちへのものなのかわかんないんですが、まあタロンっていうのはまあ鍵詰めみたいな意味なんですが、えー、これを今撤回しようというふうに自治政権はやっているんですね。で、これを撤回するっていうことは、つまり世界中に、 アメリカは性犯罪者の聖域ですというメッセージを送ることになるというふうに省庁間の人たちは警告しているんですね。で、さらに言うと、今年間5000件から1万件以上の人身売買がこのアメリカだけで発生しているんですね。で、これを加速させる危険性が非常に高いというふうに、これも危惧されています。で、この人身売買もびっくりじゃないですけど、この 5000件っていうのが4年ぐらい前は1年間に5000件の摘発だったようなんですね。で、それが年々増えてきて2019年だったかな、確か。えっ、ー、と、2019年で1万件超えたということで、ええー、まあ、純粋に倍以上に増えてるんですね。で、しかもその被害者の8割が79、79%か。まあ、8割ですね。8割が、ええー、 未成年者でであるとということで、まあ、本当にこれは真剣に考えないといけない問題ですので、まあ、自治政権で、ねまあ、何をしたいのかがよくわからないんですがあの、不法移民もね、その何て言うの 差別云々っていう話じゃないんですよね。そのアメリカ国民を守るっていうことを大前提に持っていただかないといけないんじゃないっていうふうに僕思いますし、あと、あの、陸続けの国に僕住んでますので、えっ、ー、と、一応ね、こちらにも被害が及ばなくもないと思うんですね。うん、なので、ちょっと本当にね、ちゃんとしてねっていうふうに思います。はい。で、あとはその、自治政権が今やろうとしてることって、その、不法移民に市民権を渡すっていう話なんですよね。で、 えっと、ちょっとアメリカのね、グリーンカードがどこまでの権利を付与されるものなのか、僕ちょっとわからないので何とも言えないんですが、カナダの例で言うと、カナダってあの、永住権と市民権の2種類があるんですね。で、僕はあの、永住権を持ってます。で、えっ、ー、と、永住権と市民権の大きな違いっていうのは、えー、投票権、そして非選挙権、あ、間違えた、えー、選挙権と非選挙権が、えー、永住権者には与えられないんですね。で、あとは、ある程度その仕事にも限定があります。その国の、なんて言うでしょう。 官僚みたいなものとかにはつけないとか、警察になれないとかね。うん、そういう、えー、制限があります。はい。まあ、あの、こういう制限をちゃんと設けるかどうかっていうところですよね。そこが、自治政権のやろうとしていることには問題、なんて言うんでしょう。えー、大切になってくるんじゃないかなというふうに思います。じゃないとね、本当に単なる、その選挙のためにっていうふうにしか見えないっていうふうに僕思っちゃいますので、うん、なんで、 まあそもそもその不法に来ている人をなぜそんなに厚遇するのかもちょっとハテナハテナがいっぱいあるんですが、はい。まあちょ、まあ、ね、いろいろ意見はあると思いますが、とりあえずね、あの、今この一番問題になっているこの性犯罪者ですよね。えー、それに関する対応はしっかりしていただかないと、そのアメリカ国民だけじゃなくてね、あの、お隣のカナダにも被害行きますし、えー、なんなら世界中に下手すると恥をさらすことになりかねないので、まあしっかりしてほしいなというふうに思います。 はい、えー。ということで今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。